能登半島地震の被災地では停電や断水のため避難所などのトイレが使用できず深刻な問題となっています。このため高知市はトイレトレーラーと職員3人を石川県輪島市に派遣することを決め、今朝市役所で出発式が行われました。被災された皆さん方、多くの人に不安を抱えて今避難生活をされているところではございます。このトイレトレーナーが行くことで一筋の希望の光というものは私は必ず見えてくるものだと信じているところでございます。トイレトレーラーは南海トラフ地震などに備え、高知市がおととし4月クラウドファンディングで集めたおよそ770万円をもとに県内で初めて導入したもので、水洗式の洋式トイレ4基を備え1200回から1500回の利用が可能です。また太陽光発電で照明がつくため夜間でも安心して利用できます。高知市のトイレトレーラーは輪島市のなじみ公民館に派遣されるということです。